ヒルトン東京は東京都新宿区西新宿6丁目にある高級ホテル。運営はヒルトンインターナショナル参加の日本ヒルトン株式会社。1964年東京オリンピック開催による国際ホテル建設促進にのっとり、アメリカのヒルトンインターナショナルが日本進出を図ることになった。なお、米国統治下の沖縄に米国人向けの沖縄ヒルトンが ヒルトン直営で存在していたが、1970年代に沖縄シェラトンに改称した後廃業した。建物は約30年間廃墟に近い状態となっていたが、2005年にコスタビスタ沖縄として蘇っている。ヒルトンは東京急行電鉄との合弁会社、東京ヒルトンホテル株式会社を設立、1963年6月に、 北王子路三人の名門料亭、星が、岡佐料の跡地に、東京ヒルトンホテルとして開業した。ヒルトンは、現在のホテルニューオータニの場所を購入しての、ホテル建設を計画していたが、土地保有者の大谷工業の関連会社である、大谷鉄工に、現在のホテルニューオータニ東京の土地との、抱き合わせで高額な価格を提示されたことで断念した。そのため東京急行で、 用地売却を断念した大谷鉄工は業態転換しホテルニュー大谷を開業することとなった。東京ヒルトンホテルは東急とヒルトンの間で開業後20年間の合弁契約が締結されていたが、1967年4月頃に東急側がホテルジャパント級に解消。ヒルトン側が東京地裁へ仮処分を申請し解消が差し止められたことで、 東京ヒルトンホテルに復帰したが、その後も契約期間等の圧力をめぐり裁判座汰となる。その後、当初の契約期間満了により1983年12月31日をもって閉館となり、翌1984年1月1日からは、東急ホテルズのキャピトル東急ホテルとして運営されることになった。東京ヒルトンホテルの代替として、 ヒルトンは新たに100%出資の子会社日本ヒルトン株式会社を1981年に設立し、1984年9月1日に新宿国際ビルディング内に日本初の完全会社によるシティホテル東京ヒルトンインターナショナルを開業した。その後、名称を現在のヒルトン東京へ改称した。周辺の西新宿一帯は京王プラザホテル、 パークハイアット東京、ハイアットリージェンシー、東京など、高級志向の大型シティホテルが所在する、競合地域となっている。館内設備は高速インターネット通信完備の、エグゼクティブデラックスフロアを含む全825室、6つのレストランバー、大小20の宴会場、室内プール、ジム、サウナ、屋外テニスコート、ビジネスセンターなどがある。 1996年に最寄り駅となる西新宿駅が開業したが、新宿駅からは離れた場所に立地するため、ホテル利用者専用のシャトルバスが運行されている。運行は京王バス東に委託している。新宿国際ビルディング事務所旨の出入り口、ヒルトン東京とは独立している。ヒルトン東京は東京都市開発株式会社が所有。 管理する新宿国際ビルディングのホテル区画に入居している。多くの部分はヒルトン東京だがオフィス部分があり、隣接する新宿国際ビルディング新館と共に各種企業などが入居している。ホテルとは独立したオフィス用の出入口ロビーがある。また新宿国際ビルディング一帯は1980年に着手された西新宿6丁目中央地区市街地再開発事業。 によって開発されたものである。1996年の西新宿駅開業に伴い整備された地下道タイムズアベニューとは1997年に接続している。ビル全体の地下1階はヒルトピアという地下街となっており、物販、飲食、サービスの約3店舗例がある。運営は東京都市開発市会社の株式会社ヒルトピアであり、 日本ヒルトンの直営施設ではない。また、地下4階には、東京都下水道局の施設、新宿副都新水リサイクルセンターがあり、新宿の各高層ビルのトイレ用として、下水道の処理水に殺菌処理等を施した再生水を供給、管理している。ホテル送迎バスミシュランガイド東京を2008で2つ、星の評価を受けていた。 ヒルトン東京が経営する高級フレンチレストラン21でメニューの産地偽装が行われていたとして厚生取引委員会が2008年9月にレストランへの立ち入り検査を実施した調査の結果レストランの発注責任者のフランス人シェフが食材の産地指定や農薬仕様の有無の確認を怠ったまま注文し2007年2月から9月頃までメニューで 前沢牛と表示しながら大部分が山形牛であったり、北海道産、ボタンエビと表示しながら、カナダ産冷凍エビであったり、また無農薬オーガニック野菜と表示した野菜に農薬が使用されていたなどの状態が続いていたことが判明した。同年12月16日、厚生取引委員会から、景品表示法第4条第1項第1号違反として、ホテルを経営する日本ヒルトンが、 排除命令を受けた。公正取引委員会は、レストランは認識がありながら、偽装表示を続けており、チェックできなかったホテル側にも問題があったと指摘、これを受けて、ヒルトン東京は謝罪のコメントを出した。21は、営業自粛を経て9月に閉店し、同年11月7日より、店舗跡地に、ルペルゴレーズが入居して、レストラン業を再開した。その後、 ルペルゴレーズも2014年6月のレストランフロア全面改装により閉店し、店舗を総入れ替えした上で同年11月にリニューアルオープン。中国料理レストラン王朝以外は別の店舗に置き換えられた。ありがとうございます。